生きてるかと思ったら、お母さんが太ってるだけなんですね。ごめんなさいよ。スポーツを運動したらどうなの。いや、今運動してきたんだ。え、運動してきたんだ。これでしっかりしたよ。医者から小林幸子さんと調査。キムスをこんにちは、ナルトチャンネルのナルトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は、ドリフターズの肥満家族とパワハラ調子を見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。ウケネルがクネダニルマカムカンチーブサージョポンソムチェイトボジモニクヒョン。まずはこのコントから。太りすぎには注意しましょう。肥満家族。あのちゃん、みさちゃんご飯よ。さあしなさい、ほら。ブクブク太って、もう今日はおかわりなしだからね、いっぱい食べてご飯は。どうして？どうして女の子こんな太ってどうすんのよ、みっともないわね。この子は何とかすんの。この子は全く。でもお母さんだってそんなに太ってる。お母さんも年だからいいのよ。あんた方まだ若いんだから。なんで生きてるかと思ったら、お母さんが太ってるだけなんですね。食べないよ。私たちほら痩せたのよ。私も痩せたのよ。どこが痩せたのよ。何言われてんの、あんたは。どこが痩せたのよ。こんな勝手なパンツ履いてるのやめてると思うけど。また足がどれ。ええじゃないのよ。少し痩せなさいよ、みっともないわね、本当に。もうパサパサしないの、酸っぱいから。もう座ってごらん、行こう。戻られてよ。まだ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 、お父さん来てから、お父さん来てから。お父さん、お父様。おい、たく遅いんだから、もうご飯してくださいよ。おい、スポーツをただ運動したらどうなの。いや、今運動してきたんだ。え、運動してきたんだ。これで、ああ毎日ジョギングなんかやったらどうなの。本当に母さん、はい、ちょっと勉強しといてくれんか。な、どうしてよ。つまめないんだ、手が届かなくて。悪いけどもちょっと一緒にスポーツもやってくれんから。やめてよ、もうほとんどないんだから、あんたはもう。はい、ほら、ご飯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 大丈夫なの。大丈夫なの。これ立ったままでいいか。ダメよ、みっともない。ダメよ。待ってなさいよ、お父さん。今座るから、座ってから、座るから、座るから待って。大丈夫大丈夫。大丈夫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 。いいの。自分じゃどうにもなんないのよ。これ大丈夫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 ね。お待たせ。ちょっと。みっともないわ、本当に。悪いけど、ちょっと箸とあれを持たせるんだから。じゃあ箸とあれ、ご飯ね。ご飯、さあ、味噌汁どうい？味噌汁。ご飯に、まずご飯に、ご飯。納豆や、納豆や。ご飯でいい、ご飯。味噌汁の方がいいですよ。味噌汁は、あんたね、ご飯食べたんじゃ、すすらんだ。ご飯。納豆は？納豆。なんで嫌がってんの、納豆は。納豆いいな、これ、ダイエットすんのに。納豆、納豆じゃご飯がいい、わしゃ。わしゃご飯がいい。そう、うん、食べられる？食べたい。ほっときましょう、ほら。食べられる。いただきます。続いては紅白名物、歌う電飾の小林幸子さんと長さんのコント、お茶組戦争。あ、小林君、お茶一杯もらえないかな。ちょっとさ、お茶一杯もらえないかな。小林君、お茶一杯頼むよ。小林君、小林君、なんだその態度は。何も分かってんだよ、君の気持ちは。言いたいことは、女子大を卒業して我が社に入社した。何もお茶を汲むために入社したわけじゃない、そう言いたいんだろ。分かってんだ、そんなことは。冗談じゃないよ。私だって何もね、5分おきにお茶くれお茶くれって言ったわけじゃないんだよ。えお茶一杯ぐらい入れたって別に場所は当たらんだろ。何
すいません。どうしたの？お茶お茶って言いました。ん？皆さんどうでしたか？さっき2つの動画があるんですけど、あったんですけど、どっちが面白いですか？そしてどこのところが皆さんにとって面白いなのかな、いっぱい笑ってるのかな、それだけが一番ないとが気になる、このリアクション動画をやるにはもっと皆さんと一緒に笑ってほしいから、一緒に笑いたいから。ないとは日本語壁があるんですけど、わからないところがあるところが多いんですけど、まだ笑ってますよ。いいでしょうね、笑って疲れを取って、また頑張る力になることが大事だと思いますね。さっきの動画で、そうですね、2番目の動画があんまりわからないんだけど、勝手に想像するだけ、なんか会社の中にいらそうな、社長さんと普通のなんか怒ってるスタッフのような感じでしょうね。でもどうだろうね、カンボジアだったらお茶出してください、お茶出してくれ、そうくらいは偉いそうではないよね。まだいろいろひどいのあるから、普通は言わなくてもお茶出してあげるのが普通でしょうね。勝手な想像だけど、でもなんかよく分からなかったな、2番目の動画が。で、1番目の肥満家族すごいね、みんな太ってるけど、それぞれ太ってるところが違う感じがする。太ってるけどなんか顔はそのままだけど、すごいなんかお尻とか足とかお腹とか太ってる、こうやってるのも可愛くてなんか大変そうな感じで、なかなか面白い。特に加藤さんの太りすぎるその下の部分が動きしづらい、面白かった。何ともね、実はすごい、今どう？太ってる？顔がすごく、どんなに痩せてても顔が太って見える人です。しかも、すごい太ったことがあります。52キロ太ったことがあります。今は、その太ったのが10年前のことでした。すごく、みんなからなんか太ってるって言われるとすごく悔しかったな。で、今はなかなか太らない、そのキロまではならない、食べても、またはあまりにもなんかその10年前みたいにすごい食べる、その食べる気分がないような感じでしょうね。10年前は何を食べるかというと、お菓子いっぱい食べる人、すごくお菓子とか甘い果物が大好きな人でした。すごい時間決まらずに、食べたい時が食べた感じ、それは太った原因なのかな。あと最近は運動もしてるし、何食べたいのか、なんかすごい美味しく食べたいのか、あまりなかなかないよね本当に。1ヶ月また半年1回に、あ、これ食べたいなっていうのがあるんですけど、普通はなんか生きてるために食べるような感じ。あとはちゃんと食べている
と運動スタイルなのかな。だからずっと今は44キロをキープしています。44キロだけど、実際にナリトと会う人からは痩せているって言われて、でも動画とか前はテレビで働いてたので、テレビで見た時がすごいなんか太ってるような、感じですねってよく言われた。でも実際は44キロだけですよ。すごく太ってみる。はい、でもまあでも太っても痩せても、健康は大事だからね。ちゃんと元気でいられるのが大事だと思います。食べ物とかも気をつけて、できるだけで運動したり、あとはメンタリティもよく、元気な、メンタリティとして生きていきましょう。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。また私動画でお会いしましょう。じゃあねー。